どうもこんにちは、宇多田ヒカルの母で演歌歌手の藤圭子さん。2013年に自殺してしまい、その真相を宇多田さんが語ったことが話題に。本日は藤圭子さんの経歴と宇多田さんが語った自殺の真相を詳しく調査していきます。なにわ節と呼ばれる語り芸師の父、松平邦二郎こと阿部壮さん、同じく語り芸師である母、阿部澄子こと竹山澄子さん、その二人の間に三人兄弟馬氏として、父の出身地でもある岩手県にて生誕しました。一家は恵子さんが生まれて間もなく、母親の実家のある北海道へ転居し、北海道や東北を中心に祭り、炭鉱、寺の御堂、旧家大広間などを巡業をしながら細々と生計を立てていました。仕事のない時は長女に恵子さんを背負わせて、長女も三味線を抱え、後に歌手になる長男の藤三郎さんの手を引き、風呂敷包みを背負いながら一軒一軒農家を回り営業をしていました。純子3歳の時に姉の小学校入学から北海道に定住しています。一家の生活はとても厳しいもので、恵子さんが幼い頃は通称侍部落と呼ばれる、住宅と呼ぶにはあまりに粗相な建物で雨風をしのいで暮らしていました。恵子さんが幼い頃はお姉さんが下駄で川にある氷を割っておしめを洗っていたとの証言もあるほどです。小学校に入った後も転校を繰り返し、恵子さんが4年生の頃転入した当時の担任は、在学証明書を一度にし5枚も重ねて提出してきたことにまず驚かされたと語っています。恵子さんの住まいは畳もなく、床がむき出しで裸電球一つぶら下がる部屋であったそう。両親が巡業から戻るのが遅くなり、食費に困った幼い兄弟は納豆や豆腐を売り歩き、日銭を稼ぐこともあったそうです。小学校5年になり、客前で初めて歌ったところ大反響を得て、その後学校の休みの日に両親の巡業に同行します。結果一家の収入も増え、小さな家を持つことができるほどに。その後中学3年生の夏に岩見沢の温泉施設喜楽園で住み込みの専属の歌手として雇われ、両親と共に転居します。勉強好きで成績も優秀でしたが、家計を支えるために高校進学を断念します。15歳の時に雪まつり歌謡大会のステージで急遽代役として出場し、北島三郎さんの函館の女を歌いました。そこに居合わせた作曲家八嶋秀明さんはその才能を評価し、両親に上京を勧めました。その後中学の卒業式の日に両親と上京します。八嶋秀明さんのレッスンを受けながら、いくつかのレコード会社のオーディションを受けますが、全て不合格になってしまう日々が続きます。生活のために錦糸町や浅草などで母と流しをしてお金を稼いでいました。その後作詞家の石坂正夫さんと知り合います。石坂正夫さんは恵子の歌う歌を聴き、ドスの効いた声と人生の哀愁をにじませた大敗的な歌い方に圧倒され、恵子さんをスカウトします。石坂正夫さんの自宅に住み込み、弟子となりレッスンを受け始めます。石坂正夫さんから RCA レコードの当時のディレクターで現音楽プロデューサーの榎本譲さんを紹介されます。純子の歌声を聞いた榎本譲さんも同じく圧倒され、他社からデビューが決まっていたところを断り、自社からのデビューを強く勧めたという。石坂正夫さんは東芝専属作詞家を辞め、富士プロという個人事務所をスタートさせます。その3人でデビュー曲を練り、1969年9月 RCA レコードより新宿の女で堂々デビューを果たします。以後石坂正夫さんと組んでヒット曲を連発していきます。ファーストアルバム新宿の女はオリコンチャートにて20週連続1位、間を置かずリリースされたセカンドアルバム女のブルースは17週連続1位を記録します。計37週連続1位という空前絶後の記録を残し、名を馳せていきます。なお内田博とクールファイブの共作、演歌の共演清と恵子も含めると計42週連続1位となるほど、シングルにおいても女のブルースは8週連続維持、続く恵子の夢は夜開くも10週連続1位を記録し、
18週連続1位という同一歌手での連続記録を残し、伝説の演歌歌手となります。演歌を歌いながらもアイドル歌手としての人気も集め、青少年に大きな影響力を持っていた。少年マガジンなど多数の雑誌の表紙を飾ることも。またその人気からテレビアニメさすらいの太陽のヒロインのモデルにもなりました。1971年、当時ともに絶頂期であった内田博士クール5のボーカル前川清さんと結婚しますが、大スター同士の結婚生活はすれ違いが思ったようで、翌1972年離婚が成立します。1974年に喉のポリープの手術を受けたことで、自身が強みと考えていた声の特徴が失われたと悩むようになり、引退を考え始めます。そして1979年に RCA レコード本社にて引退の記者会見を開き、新宿コマ劇場で引退公演を行いました。その後渡米し、1981年に帰国。その年に藤圭以降の芸名でニュージャパンプロダクションに所属し、 RCA レコードから CBS ソニー移籍。第1弾となるシングル「蛍火」を発表した。1982年に宇多田照真さんと再婚します。その後照真さんとの間で7回の離婚再婚を繰り返しています。1983年ニューヨークにて長子光を出産します。後の宇多田光となる人物です。また目の病気を発症し、視力が徐々に低下していた頃の出来事だったことから、我が子から光が失われないようにという願いを込め光と命名しました。その後光を世界で通用する歌手に育てるため、1990年から照真さんと共に光を連れて初めて渡米。お金が足りなくなると日本に戻って歌い、お金が貯まるとまた渡米することを繰り返していました。その際にはいくつかのテレビ番組にも顔を出しており、複数回出演したさ夜も引っ張れでは光とのエピソードを交えつつ当時のヒット曲を歌唱しています。さらに1996年11月に出演した徹子の部屋では当時13歳だったデビュー前の光の歌声を紹介していました。光デビュー直前の1997年まではテレビ出演を続けており、1月27日放送の2人のビッグショーでは演歌歌手八代亜紀さんと共演します。往年のヒット曲女のブルースなど多数の曲を歌唱し、八代さんと昔の思い出を語り合うなど健在ぶりを見せていました。光が15歳となった1998年に宇多田光の名で歌手デビュー。これを機に富士山も再び注目を浴びました。しかし光のデビューと入れ替わるように自身は歌手活動を封印します。以降ほとんどステージで歌うことはなくなりました。その後宇多田ヒカルさんが日本を代表する女性歌手になっていた2013年、都内で倒れているのが発見され、搬送先の病院で死亡が確認されました。衣服の乱れや争ったような跡がないことなどから警察は自殺と断定しました。62歳という年齢でした。さまざまな憶測が飛び交う中、宇多田ヒカルさんはコメントを発表します。8月22日の朝、私の母は自ら命を絶ちましたとの書き出しから、さまざまな憶測が飛び交っているようなので少しここでお話をさせてくださいと経緯を説明しています。宇多田さんは恵子さんについて、とても長い間精神の病に苦しめられていましたと言い、病気の性質上本人の意思で治療を受けることは非常に難しく、家族としてどうしたらいいのか、何が彼女のために一番良いのかずっと悩んでいましたと語っています。ヒカルさんは幼少期から富士山の病気が悪化していく姿を見ていて、症状の悪化とともに家族も含め人間に対する不信感は増す一方で、現実と妄想の区別が曖昧になり、彼女は自身の感情や行動のコントロールを失っていきましたと言い、そんな恵子さんに対して、私はただ翻弄されるばかりで何もできませんでしたと明かした。自殺を選んだことに対しては、母が長年の苦しみから解放されたことを願う反面、彼女の最後の行為はあまりに悲しく後悔の念が募るばかりだと悲しみと後悔を語っています。恵子さんに対して誤解されることの多い人だったと語っているが、
実際には誰よりも可愛らしい人で、悲しい記憶が多いのに、母を思うとき心に浮かぶのは笑っている彼女、母の娘であることを誇りに思います。彼女に出会えたことに感謝の気持ちでいっぱいです、と話していました。一方、ヒカルさんの父で恵子さんの旦那テルザネさんは、自殺で世間を騒がせていたことについて心からお詫びを申し上げます、と語り、ヒカルさん、テルザネさんを気遣うメッセージに、この場を借りて感謝の意を表明させていただきます、とコメントしました。通夜や葬儀は個人の遺言書に書かれていた本人の強い意志により行われませんでした。出会った当時から感情の不安定さがあったようだが、心を病んでいるというよりも類まれな気まぐれな人としか受け止めていませんでした、と言い、僕にとっては十分に対応できる範囲だと考えていたと語っています。しかし、ヒカルさんが5歳ぐらいの時からテルザネさんの母親に対しても攻撃的な発言や行動が見られるようになり、娘と僕もいつの間にか彼女にとって攻撃の対象になりました。しかし、攻撃した直後にはまた感情が変化し、いつも数分後は、ごめん、また迷惑かけちゃったね、と謝ってきたと言います。病院での治療を進めると、テルザネさんへの不信感を抱かせることになり、結果、本人が拒絶し続けた治療がなされないまま、彼女の苦しみは年を追うごとに重症化したものと思われます、と語った。亡くなるまでの十数年、恵子さんは海外を頻繁に旅していました。そのような環境の中でも、光と僕には昼夜を問わず、予期せぬ時間に電話連絡が入り、元気という普通の会話が交わされる時もあれば、心当たりのない理由で罵声を浴びせられる時もあり、相変わらず心の不安定さを感じさせられてとても気がかりでした、と語っています。そして、最後に会話した日のことを語り、珍しく明るい口調で元気そうな恵子さんの声で、約8分間にわたり世間話を含めお願い事を何件か受け了承したと言います。テルザネさんは覚悟の上での投身自殺だったのか、衝動的に飛び降りてしまったのか、今となっては知りようがありません。最終的に僕から救いの手を差し伸べられなかった悔しさ、大切な人間を失った悲しさでいっぱいです、などと語っています。その後、富士山の実家の安倍家側によってファン有志と共に忍ぶ会が行われました。いかがでしたか？娘の宇多田ヒカルさんが語った恵子さんの自殺への心境、たくさんの苦労の末自殺に至った恵子さんの心境、考えると辛くなることばかりでしたね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。